じゃあ腹バッチ接骨院久松です。今回はつながっている手首を回して肩こり首こり改善だということでお話しいたします。手首と肩こり首こりって関係ないって思い今 お考えになったかもしれないですけど、実は関係あるんです。そして、この動画をご覧になることによりあなたは手首を回してその場で首こり肩こりを、改善していくようにするはずです。ではお話しいたします。手首と肩ってつながっててですね、筋膜、筋肉、血管、神経で手首と肩ってつながってるんです。はい。ところが、スマホや PC などで手首が硬くなっちゃったりすると筋膜がよれて筋肉が硬くて動きづらくなって血管を圧迫してしまう。そうなってしまうと肩こりや首こりが起こる。そして肩こり首こりがひどくなってしまうと強いては自律神経の不調を、招いてしまうこともあるんです。ですからそうならないようにこの硬くなっている手首を柔らかくして肩こり首こりを予防しないといけないわけです。ではどのようにやるかお話しいたします。まず手首を手を柔らかくするため手を組みます。この時親指どちらが上でもいいです。そして、肘を曲げて脇をピシッとしまうとこう伸びてる状態、腕が疲れてしまって手首に効いてこないので肘を曲げた状態、そして、体に肘をつけましょう。そして、手はどちらの向きでもいいです。で手首を、組んだら8の字の方向に回していきます。これを20回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。終わったら今度は手の向きを入れ替えましょう。入れ替えてもう一度20回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。というふうに、手首を合わせて20回、終わったら反対に組み替えて20回、これをやるようにしましょう。これをやることにより手首柔らかくなり、筋膜のよじれが収まり筋肉柔らかくなり血管の、圧迫も減り首こり肩こりが楽になっていきます。1日これを何回やってもいいです。ただねこれをやるだけで全部は解決するわけではないですけども、手首もやっぱり影響してる、肩こり首こりの、ケアにこの手首の方法も加えてみてください。そして他のねストレッチもやることによってよりあなたの首こり肩こりが改善していきますので、ぜひぜひ、柔らかくするこの手首を狙うという考えも頭の中に入れてみてください。で私も当院にいらっしゃった患者様に対してはこの手首、まあ、指先から手首までなんですけども、治療の一環として必ず施術するようにしてるんですよ。それが手首ってやっぱり大事になってきますから、この手首が柔らかくするに合わせて手首回しで反対向きにしてもぜひ手首回し取り入れてみてください。そしてこれをご覧のあなたがもし、手首回しだけでなくいろんな方法をしても首こり肩こりが改善しない、またその他の症状でお悩みでしたら私があなたの役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させてお体が改善していくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、そんな時はそんなあなたのために自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通してあなたの体を整えさせていただくオンライン遠隔整体というのを私やっております。これでしたらあなたは自宅にいながら一
人に触られることなくお体を整えていくことができます。そんな私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。またライブ配信の最後では、いらっしゃる方でご希望がございましたら、いらっしゃる方全員でお体を整えさせていただくオンライン遠隔整体合同版もやっております。1対1のオンライン遠隔整体に比べると効果が下がりますけど、やった方からは手足が暖かくなった、よく眠れた、寝落ちしちゃったという声も聞いております。よろしければライブ配信もご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。